極まりないバックドロップを引っ下げての来日であります。一段とパワーが加わりました。そのアブドラド・ブッチャー、これを睨みつけるインディアン州長は風幕ダニエル。さあ2人の睨み合い、2人の激しい睨み合いです。果たして花束の贈呈のセレモニーがあるんですが、花束を素直に受けるかに分けました。これより両選手の紹介がありますが、さあこの紹介を果たしていけるかどうか。アブドラド・ブッチャー和風マクダニエル。さあいよいよ30分の一本勝負、夢のゴールデンカード実現。素晴らしいカードが実現しましたね、竹内さん。しかしですね、このカードがもし日本で実現したということを聞きましたらね、アメリカの方はびっくりすると思いますね。本当ですね。まず和風の攻撃であります。しかしまあこのカードはですね、立ち上がり今一発平手打ちを見せましたけれども、何かこうレスリングにならないような感じがするんですけれどもね、どうです？当然パワーとパワーの激突、それにラフが噛み合ってくるわけですね。そうですね。それからね、アメリカでのまあいがみ合いというふうにお伝えしたんですけれども、竹内さん、アメリカでのいがみ合いはどういう形で、いつ頃から始まってるんですか？もうここ3、4年ですね、ノースカロライナ、オクラホマ、ジョージア、この辺りで要するにピッチャー軍団とですね、マクダニエル軍団がそれぞれ対決してるわけですね。そうですか。ただですね、両対象同士というのはなぜかアメリカでは対決していないんですよ。日本で初めて対決。そうです。そうですか。興味ある一戦です。さあ早くもサイドからの続きを出しました。アブドラド・ブッチャン、黒の軍団の総帥であります。フリーネックを捉えて、まずは風を場外に送り出しました。今夜も今回の来日で初めてつきましたブラック黒の柔道着を身につけましたアブドラザ・ブッチャーであります。さあそして追い打ちをかけます和風マクダニエルが下。さあ早くも左の耳に噛みついている。アブドラザ・ブッチャーが左の耳に噛みついている。そしてガッツリと首を固定しています。ガッツリと首を固定して本土席の机の上にぶつけた。すごいパワーです。これがブラックパワー、ものすごいパワーだ。ものすごい音が耳まで皆さん足しているかと思われますが、さあ両選手が今度は立ち向かうところでありますけれども、上皮打ちレフリーが間に入りました。どうやらあまり場外での乱戦を下げているようですね。上皮打ちはね、何としても早くリングの中に入ると言わんばかり。しかし本土席の長い椅子を持ち出した、外にはポリ出す。そして再びリングの中に入りました。なんとか上皮打ちレフリーは竹内さん、リングの中で四角いジャングルでレスリングをさせようとしてますね。それは当然ですね。これはいいレフリングですね。さあ今度は和風がこれです。トマホークさん片手一本のトマホークさん、しかし今回の流血も凄まじい。両選手流血さんになりました。どうしてもこの両者の試合は血を見ないと決着がつきません。そして今度は地獄突き、ヘッドバット打たれて切られた。パックリ口の開いた額めがけまして、正面からのヘッドバット逆水平で返すが、地獄突きその倍の力で返します。アブドラド・ブッチャーの地獄突きであります。凄まじいファイトを展開する、本当に夢のドリームマッチ、和風マクダニエル対アブドラド・ブッチャーの試合が今日本のリング上で行われています。アメリカの対決ではいわゆるいがみ合いはあったんですけれども、出現はしませんでした。他にもこの79年世界最強タッグ決定リーグ戦の夢のドリームマッチというような感じがいたします。本当にこの対決を見られるだけでも竹内さん我々幸せですね。本当に信じられないカードですね。さあ場外またしても乱戦の様子を呈してまいりました。左側には赤い鉄柱がありますが、満員のお客様の椅子がきしみます。ぐん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 奥へ突っ込む。ぐん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 奥へ突っ込みました。和風バクダニエルがまたしてもスマホをチョップ、背中を見せておりますのはアブドラド・ブッチャー。正面を向いて、さあ2人がいがみ合い、そして取っ組み合い、両選手の姿はなくなりました。どうやら上皮打ちのこう姿が見えているだけ。お客様の頭で両選手の動きは見えませんが、椅子の音、椅子が倒れます。その音だけが何か不気味ですが、おっとここでゴングを要請。やり合います。やっと両選手の顔が捉えられました。和風が立ち上がりました。そして思い切って、もうこの壁の向こうはこの体育館の庭の正面の庭になってるんですけれども、あるいはそこまで突撃するか。どうやらストレートマッチの様相を呈してきた。ストレートマッチの様相を呈してまいりました。両選手の姿は消えました。正式な判定は勝負の方ですね。両者リングアウト5分25秒ですね。両者また今和風が戻ってまいりました。両者リングアウトというふうにひとまず申し上げておきますが、先に和風マクダニエルがリングの中中央に立ちました。俺の勝ちだと言わんばかり、自分で勝ちます。ブッチャーが勝ちます。すごいお客様の足音が聞こえます。さあブッチャーがどうやら、おっと凄まじい競争で唇をわなわな震わせながら、今またリングの
に戻ってまいります。待ち受けておりますのは和風マクダニエル。さあ場外でまた始まる。目の中に指を入れた地獄好きで返す油の坊ちゃん。激しい水平打ちを見舞いました。和風ももう気が狂ったようだ。インディアンが送りますとすごい競争になりますね。レッドパワーの怖さですね。レッドパワーですね。本当にレッドパワーを大いに発揮しています。さあお客様がもう波のように後ろに下がったり前の方に出たり前後左右に動き回っておりますが、コワゴワアブドラのブッチャーのそばにも近寄っておりますが、さあ今度はステージの方に上がったのはアブドラザブッチャーだ。これを和風マクダニエルが果たして追いかけるかどうか。さあそしておっとイントレが動く。第1カメラの、イントレが動きました。しかしカメラは和風はですね、ステージの下にいまして下からブッチャーに視線を合わせています。わかりました。さあ背中を見せておりますこのアブドラザブッチャーです。しかし第1カメラのカメラマンは非常にびっくりしたことでしょう。イントレがもう大いに前後に揺れました。まだ大きな背中が見えます。アブドラザブッチャーやっとドレッシングのホームに戻ろうとするアブドラザブッチャーですが、まだ和風がまだやる気満々の表情でのしのしとこちらの方に近づいてまいります。両者リングアウトということで日本のリング上でも決着がつきませんでしたね。竹内さんね、このカードはですね、はい、ぜひもう一度やって決着をつけてほしいですね。飲んでね、まさに夢のドリームカードですよね。アメリカでのいがみ合いが結局海を渡りまして日本で実現したんでありますけれども、両者の激しい憤り、両者流血によりましてとうとう場外での両者リングアウト。やっと和風マクダニエルが戻ろうとしています。また来ますか。また来ますね。また来ますか。はい、アブドラザブッチャーがまた来ようというところ。さあお客様の声援に迎えられます。このアブドラザブッチャー、アブドラザブッチャーの競争です。あの空手殺法の極意、このスタイルを見ないとお客さんは帰れないんでしょうね。今日は空手スタイルを見せましたらお客さんがわーっと喜びました。さあ放送席の前を通過しようとしておりますけれど、おっと私どもの放送席がもう崩れるようにして放送席の机がめちゃくちゃにされました。上樋口レフリーに何か注文をつけておりますが、どうやら口の動きから見ておりますと和風はどこだ、和風はどこだと言っております。唇をわらわらと震わせます。アブドラザブッチャーのものすごい競争、しかし人気はあります。悪の代表のアブドラザブッチャー、万能の主人公にもなれました。なりました。本当に日本で出世したレスラーのもう、一番の人というふうに言っても過言ではありません。アブドラザブッチャーです。今やもう夏以来日本でのシリーズはもう全てに出場しております。日本とプエルトリコが主戦場になりました。さあやっとの思いでアブドラザブッチャーが帰ろうとしておりますけれども、どうやら両選手落ち着いたようでございます。日本テレビの全日本プロレス中継、79年世界最強タッグ決定リーグ戦、この放送は宮城県スポーツセンターより全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。I'm ill. Motherfucker, 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 I'm ill.